まあ、いわゆる現実的な方法としてこういうふうにやってたりする。はい。で、なんかこういうのがある人が発泡スチロールとかでもいいから、こういうのをなんか入れたりだとかして、とにかく遊ばないようにするというふうです。で、あとは例えばこれミキサーについてた、なんか段ボールみたいなやつですけど、こういうものを、まあ、紙で加工して切ってやるだとか、まあ、みたいな感じで工夫して、収納をしてもらうという感じで、あとはよく使うのはエアマットですね。実際にちょっと収納してみましょう。遊ばないようにね。はい、よいしょ。ちょっと入れてですね、こうやって入れて、こんな感じで、よいしょ、こういう感じで入れてもらうと、はい、もうこれですでに、もう縦軸の遊びが全然ないので、で、これで、まあ、これでこうやってやって、うん、こんな感じかな、うん、こんな感じで、まあ、要はこうやってしっかり詰まってれば全然大丈夫という感じですね。はい。で、まあ、何度も言うようにもっとそんなもん面倒くさいという人はオーダーメイドで高いお金払ってやってくださいということです。はい、こうですね。はい、そうそう、ほらあまり実感がないと思うけど、はい、こんな感じで遊ばないという思う、はい、いうことになります。はい、ですね、はい、こんな感じです。で、まあミキサーの電源ケーブルとか、まあよく使う変換プラグ、キャノンケーブルだとかっていうのはこの中に入れるという感じになります。はい。で、ストラップがついてます。これもゲーターの話ですけど、ストラップがついてると。どうなのこれ。ちょっとなんか若干怖い気がするんだけど。はい、こんな感じですね。そんなことないのかな。ちょっとかけてみます。うん、手で持った方がいい気がするな。うん、まあでも意外と、ちょっとこの、ここのあれが細いから、ちょっと華奢だから、ちょっと不安かなと思ったんだけど、そんなこともないね。うん。意外と大丈夫でした。意外とたくましい。まあ、もちろんここ、伸縮できるようになってるんで、まあ、その、お好みに応じて伸縮してください。で、あとは、これですね。よくありますね、こういうの。はい、これで。こうやってやっていただいて、こうですね。はい。うん。まあでも手持ちだと重いか。うん。まあそうだね。なんか長時間歩くときは肩掛けがいいんだろうね。うん。確かに。うん。まあなんとか電車とかも乗っても、そんな違和感ありますかね。まあちょっとなんか運んでんなぐらいな。まあまあそういうことにしときましょう。まあ、みたいな感じで、できると。あ、裏、そうですね。で、あとは、この、こうやって、まあ、立てるときがあります。そのときに、ちゃんと気遣いしてくれて、ちゃんと足がついてますね。はい。だから、まあ、電車とか乗ったりとかしても、こうやって、下に、置いとけるという感じになります。はい。という感じで、使ってもらうという風ですね。で、まあ、出すときはこうやって。で、まあ、今回は、皆さんに何をお伝えしたかったかというと、その基本的にですね、オーダーメイドでない限り、あとは純正でない限りは、ぴったりとしたミキサーケースって意外とないんですよ。なので、こういった汎用のものを買って、で、もう自分でこうやって入れるというふうに割り切ってやった方が、安くできるし、これも結構ですね、お値段の方は、リンクで貼っときますけど、YouTube の、かなりお買い得になってますので、
こうやって、自分で工夫してやった方がいいのかなというふうに、思います。で、一応まあお持ちのミキサーがあって、それの寸法を測って、で、あとはここの内寸を測って、これが入ればとにかくあとはもう隙間を埋めればそれで使えちゃうという感じになりますので、いろいろ工夫して、まあこれは発泡スチロールでも段ボールでも何でもいいので、で、エアマットはね、やっぱり結構使い勝手がいいかなという気はします。という感じで、まあ、今回はゲーターの GMIX L1622をご紹介しました。ぜひ使ってみてください。ありがとうございました。